東井チャンネル。皆さんこんにちは、東井チャンネルの東です。僕は今トロントに来てるんですけども、トロントで実は就職が決まりまして、はい、それで今トロントに来てるんですけど、まあちょっとしたエピソードトークでもしますか。その半月前に就職先が決まったので、とりあえず部屋を借りようということでネットをこう散策してたら、ものすごくいい部屋が見つかりまして、もう部屋も広くて日当たりも良くて、でシェアハウスなんですけど女性が一人、オーナー兼ルームメイトですね。でプライベートバスルームもあって、まあリビングも広くて綺麗で、で、ジムもついてて月900ドル、ものすごく安い。なんか嘘みたいだなと思って、で、まあもしかしたらいけるかなと思って家賃交渉しようかなと思って、ああシャノンベーカーっていうのか、シャノン、50ドルぐらいちょっと家賃低くならないかな、あ全然いいよ、じゃあ850ドルでいいの、もう全然いいよ、嘘みたいだなって、なんかその契約書みたいなのあるのって、あるある、デポジットと最初の月と最後の月の家賃を払ってください、ああそんなもんやなと。なんかそういえばこの前調べた部屋のオーナーの人も同じようなこと言ってたなと、トロントのなんか決まりみたいなあれなのかな、オッケーオッケー、600ドルと、850ドルかける2ね、オッケーオッケー、送ったよ、ありがとう。何時に着くの？僕は12月3日の12時半ぐらい、夜中に着くよ。そうなんだ。いや、だから僕、次の日の、まあ、朝とか昼とかに、そのシャノンのところ行くから、まあ、時間帯、日教えて。いやいやいや、いいよいいよ。全然送るし。どういうこと？送り迎えしてあげるよ。空港12時半でしょ。全然いいよ。夜中だよ。いや、送り迎えしてあげるよって。帰りに、なんか、どうか飲みでも行こうよ。めっちゃいい人。なんか嘘みたいにいい人なんだけど。あ、そうなんだ。ありがとう、ありがとう。で、次の日ぐらいに、はい、ユージ。お、何したの？オファーがあるんだけどどう？何のオファー？いや、そのオファーっていうのも、3ヶ月分、最初の月と最後の月合わせ3ヶ月分家賃を払ってくれたら1ヶ月家賃タダにしてあげるよ。何そのオファー、めっちゃ怪しいじゃん。ちょっとそれ怖いから、まあ俺が部屋入ってもしいいなと思ったら払うわ。あ、オッケーオッケー、そんな感じね。そっからは連絡が取れないと。で、僕も飛行機取ったんで、12月3日の12時30分に、着く予定なんで、まあ、夕方5時ぐらいになって、まあ、フライトの時間やったら、まあちょっと心配なんで、はい、シャノン、ハワイユーって送って、でも返信がないと。ああ、返信ないか。まあ、そんなこともあるわなと思って、飛行機乗って、でも飛行機乗ってる間はあの電波が届かないんで、まあ、とりあえず待っといて、まあ、着いたら返信の一つや二つ来てるだろうなと思って、で12時30分になって着いて、返信が来てないと。あ、来てないか、まあ、まあ運転中だろうしな、ちょっと今着いたよ、今どこいる、あ、まあまあ返信ないか、まあまあ運転忙しいしな、そうか、電話があるか。でも、その忙しいだろうから、あんま見てないのか。ちょっと電話しよう。まあまあ、メッセージ電話で、あ、メッセージはもう電話番号でしてたしな。プルルプルル、プルルプルル、プルルプルル、プルプルプル。そっか。お、嘘やったよな。で、今です。はい。
ということですね、詐欺に遭いました。いや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 、もうまあもう今となっても笑い事なんですよね。今となってはにしてはまあ短いですけど、もう2時間前のほやほやのもう取れたての話なんですけど、いやー、会いましたね。もうな、不思議とスッと受け入れられるんですけど、あんだけ怪しかったらそれは詐欺だろうなっていう感じですね。はい、とりあえずあの明日住む家を見つけないといけないんですけど、はい、いや、なんでだから動画を撮ってるかっていうと、もう山ほど時間があるんでね。そう、あの今4時ぐらいですね。なんでまあ今あの寝ずにちょっと明日を迎えて、とりあえず片っ端からネットでアポイントメント取って、入りそうな家やったら入りましょうっていう感じですかね。はい、いやもうこんな幕開けなんですね。いやもう詐欺の幕開けとか、18万円ですかね、日本円にしたら。一言言わせてもらうけども、シャノン、俺が一生懸命稼いだ18万持ってったでしょ。もうシャノンかもどうかも知らないけど、もうどうせ偽名やろうけど、大事に使ってね、俺の18万。もう俺は勉強代として、あの競馬にでも負けたと思って18万やり過ごすけども、頼むよ。もう騙さないでよ人を。まあ、僕もね、最初やったんで、なかなかですね、見抜けなかったとこもあると思いますけど、しょうがないですね。あったもんはしょうがないんですよ。あとはもう受け止めるんですよ。働いて取り返していきましょうか。はい、ということで、まあ皆さんもう十分気をつけてください。はい、ということで、まだまだですね、僕が会社入ってから、どんな感じなのかっていうのを近況報告していければいいなと思ってるので、ぜひぜひ応援してくださいね。ということで、おやすみなさい。頑張ります。